こんにちは自営業専門の税理士川南です本日の動画は皆さんお困りじゃないんでしょうかこのインボイス制度が始まるっていうふうに聞いたよとかね何か登録が10月1日からスタートしたらしい一体何が登録がスタートして一体自分はどうすればいいのかという自営業向けについて 本日の動画でインボイス制度をなるべく分かりやすくざっくりと解説したいと思いますので本日の動画もよろしくお願いします私はオンラインサロンの運営と Twitter インスタグラム TikTok もやってますのでぜひそちらの方も合わせてチェックお願いしますそれでは早速動画の方いってみましょうはいそれでは今話題のインボイス制度令和3年の10月から登録申請がスタートしたっていう話題について動画で解説していきたいと思いますはい本日の内容ですまずイインボイス制度って一体何者 なのこちらをね、簡単にざっくり説明したいと思います。そして適格請求書って呼ばれるものがなんで必要なのかについて解説しますそして経過措置があるよっていうお話をして、登録申請のスケジュールを見ていただいて最後のところで、一体自分はどうすればいいのかっていう免税事業者か課税事業者の場合の単価によって、自分は一体どうすればいいのかについて、パターンによってね解説を入れたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただければと思います。そして最後注意点を紹介します。本日の 動画の流れはこのようにいきますのでよろしくお願いしますはいまずインボイス制度って一体何なのかからいきたいと思います本日のね説明なんですけども本当に簡単にざっくりいくためにこうちょっとね専門用語じゃないとか正しい説明じゃない箇所もあるかと思うんですけどとにかく皆さん多分迷子になってると思うので分かりやすさを優先に解説していきたいと思いますのでそのあたりご了承くださいまずインボイス制度なんですけどもインボイス制度が始まるのは実際は令和5年の10月の1日からスタートですこのイン イインボイス制度をを使うためにに税務署に書類を申請して登録する必要があるるんですすね申請して登録するとこのよくわからない適格請求書の交付ができるようになります要は申請登録はしないとこの適格請求書っていう交付ができないっていうふうに覚えてくださいそして適格請求書の交付ができる条件が課税事業者のみこの課税事業者っていうのはどういうことかといいますと要は消費税の申告をしないといけない人になりますそして免税事業者 要は今まで、ね、免税事業者、まあ、消費税の確定申告自体をしたことがないっていう方いらっしゃると思うんですけどその方 ににはこの的確請求書に記載で、きる番号ががないいいっててう風に覚えてくださいここのの今説明したところが基本ルルーでですで順番にね、じゃあ、適格請求書ってどういうものっていうのをね、解説、次のスライドでしていきたいと思います。えっ、ー、と、ルール、基本のルールはここですね。インボイス制度は令和5年の10月から始まって、どうやら税務署に申請して登録しないと、このなんかよくわからないけど、適格請求書の交付ができない。交付ができるのは課税事業者のみ、要は消費税の申告をする人だけ。消費税の申告をし しない免税事業者にはこの番号がないから適格請求書の交付ができないですよっていうのが基本ルールです。ここまで大丈夫でしょうか。じゃあ次進みますね。じゃあ先ほど言ってこのよくわからない適格請求書っていうのがどういうものかというとこういうものになります。何、ね、難しいところも覚えなくていいのでざっくり言いますと何が重要かと言いますと皆さんのねどこが該当してくるかというとこの結局登録番号のこの番号がついていないといけないですよという請求書としてね使えないですよっていう風になる。 わけです。なので皆さんこの登録番号を欲しければ税務署に申請をして登録をしてくださいっていうのが今回のインボイス制度簡単に言うとそういうことですなので皆さんどうして登録することになるかっていうとこの登録番号が欲しいからなんですねもうこれだけ覚えてください要は登録番号が欲しいとこれのねこれは法人も個人も両方とも登録番号が出るんですけど私は、ね、いつも自営業向けで説明してますので動画では自営業向けというふな話の前提で進んでいきますね しますとにかくこの番号が必要なんだよねっていうことだけ覚えて次のスライドいきましょう番号が大事って言ったんですけども要は申請して登録を受けないと先ほど言った請求書は交付できないってことですねでもう一回繰り返しになりますけど課税税事業者要はは消費税を申告する人じゃないとこの登録は受け付け付てもらえませんでどうしてこの登録番号が欲しいかと言いますとこの請求書を発行した以外この請求書を発行できない人の仕入れは仕入れ税額控除ができない できないよってことなんです。これどういうことか次のスライドで紹介するんですけど取引先も自分も税金が安くなるための税額控除ってしたいじゃないですかそれはそうですよね自分もしたいし取引先もしたいこれがこの負のループというかみんなが影響を受けるわけですこれはえっと普段の、ね、所得税の税額控除ではなくて消費税の申告をする時にこの税額控除をみんなしたいよね取引先もしたいし自分もしたいよねっていうところが今回のインボイス制度のまあ肝というかね抑えるべきところになりますじゃあ次にねこの 消費税の時の仕入れ税額控除っていうのは一体どういう風に影響を受けるかを図で紹介したいと思います。あんまりね。詳しくやると皆さんまたよくわからなくなると思うので、本当にざっくりいきますね。消費税の納税の計算方法について、まず紹介します。これ、原則の方法です。まず、お客さんから消費税を預かりますよね。売上があった時に、例えば2万円のサービスを売った時に2000円消費税って言って2万2000円預かる。その中で自分もね。仕入れをする時、支払いや経費をする時で消費税払えますよね。払ってないって方いないと思うので、自分もお客さんからお。 もらう時には消費税を乗せて基本もらえますし、自分が仕入れや経費をする時には消費税を乗せて払ってると思うんです。消費税の計算方法をざっくり解説すると、このお客さんから預かった消費税から自分が支払った消費税を引いてその差額を計算して自分でえっと消費税の申告書を作って納付するっていうのが日本の消費税のルールなんですね。ここまで大丈夫でしょうか。でもしねこの動画を見ている方でいきなりこっから入るときついので、まず何にも消費税の申告のことがわからないって方はこの 動画見てください消費税の仕組みの基礎が書いてありますので自営業の方が売り上げ1000万超えそうになったら見るっていう風な動画があるんですけどそこで消費税の計算方法消費税の基本的なルールのことを解説してますのでまずそちらの方を見てください。でこれを見て理解してまた戻ってきてくれるとこの話が分かるかと思います。そしてもう一つ少し前にインボイス制度個人事業に振ります全滅じゃないかっていうことで今回ねざっくりですのでもう少し詳しく解説している動画出てますのでそちらの方も是非この2本必ず見ていただいて今回の3本目見ていただくとい よりり理解が深ままるかと思うののでぜひそちらの方も合わせて見てくださいじゃあ説明戻りますね預かった消費税から自分の払った実際の消費税を引いて計算するんですけども先ほど言ったこの適格請求書の番号がない請求書のものは仕入れ税額控除がななしになるんですよそうすると納付する消費税の金額が上がりますよねその分そうなると取引先も嫌だし自分も嫌みんなが嫌じゃないですかこの分損してしまうのでなので皆さんが結局消費税の申告をする課税事業 利用者にならないといけないということで今話題になってるのがインボイス方式ですで、えっ、ー、とこのインボイス方式なんですけどいきなりはさすがに酷だろうということで経過措置があります次のスライドで紹介しますね制度開始後6年間は段階的に上げますよという経過措置が取られています要はここですね令和5年の10月1日からスタートするんですけど3年間は免税事業者から課税仕入れをした時に税額控除は100%は無理だけど80%は控除が可能ですよということです

でその次段階が踏みますもう3年経ったら次は50%には減るけど、まあ、半分はいいですよ。で、令和11年の10月1日、要は6年経った場合にはもう控除は不可になります。要は請求書、まあ、番号も付いていない請求書を発行したとしても税額の消費税の、ね、時に税額控除はできませんよっていうふうになります。というわけで段階的に踏んでいけますので要は最初はね3年間は80%は OK 次3年経った時には50%は OK ですよっていうふうになりますのでそのあたりね経過措置があるって ってうことといいいいこはは頭に置いといてください、はい、そして今話題になっているこのスケジュールについてです一体何が令和3年の10月1日から登録が始まったのかみんな慌てふたまいてるかっていうのを解説してますね。この登録 申請の手続きが令和3年の10月1日今月から始まりましたよってことです要は登録申請の受付を開始したっていうことですねインボイス制度が実際に始まるのは令和5年の10月の1日からインボイス制度この適格請求書がない消費税の税額控除をしませんよっていう制度が実際にスタートするのは令和5年の10月1日ですまあ、番号をもらえればこのインボイス制度の導入に間に合うってことですでこのインボイス制度の導入に間に合うし ここがギリギリリのラインですね。要は税務署に書類を申請するのは令和5年の3月31日までに登録申請の手続きをしておく必要がありますよってことです。なのでここまでに間に合えば令和5年の10月1日のインボイス制度がスタートした時には間に合います。今皆さん多分ね慌てているのは、まあ、そのインボイス制度っていうのが何かっていうわからないっていう点と何やらどうか手続きが10月1日から始まったらしいぞっていうことで慌てているんじゃないかなっていうふうに思います。 でも焦らなくても大丈夫です最終的にここにスタートで間に合わせるためには令和5年の3月の31日までに手続きをしておけば OK になりますのでそこまでね慌てなくていいかと思いますただもうすでに登録申請し始めてる会社さんとかね自営業の方いらっしゃると思うんですよそういう場合はどういう方かっていうのを次のねスライドで順番に解説していきたいと思いますですのでまだ考える時間があるのでこれからね情報をチェックするなりまだね課税なのか免税なのか私自分 今後どうなるんだろうビジネスに動きによってっていう方はまだ少し様子を見てもいいんじゃないかなという風に思いますでは次自分は一体どうなるのかっていうパターンを一つずつ紹介していきますね多分ここをみんな知りたいんじゃないかなと思って動画にしておりますはい行きましょう自分は一体どうなるのか1枚目のスライドです自分は課税事業者で取引先も課税事業者 の場合ですね要は自分も消費税の申告をしているし取引先ももうすでに消費税の申告をしている状態ですその場合はお互いに収益の影響はないですし今後ももうね絶対に消費税のね申告をし続ける人であるっていう場合はもう10月1日から登録申請はしていただいて OK ですなるべく早くにしていくっていうね混む前にするっていうのは賢い方法だと思いますなのでもうねずっと売り上げはね絶対1000万円超えるしいつももう消費税の課税事業者消費税の申告をし続ける 取引先もそうだっていう方は特に今回のインボイス制度は大きな影響は収益の影響はありませんとにかく登録申請さえするっていうことを忘れないようにすれば OK ですこれ必ずね申請はしてください番号はも,もらえないので次の2点目の方パターンいきますね自分は課税事業者なんだけど取引先が免税事業者のままで行こうっていうふうに考えてる場合ですねこの場合はじゃあどうなるのかっていうとは要は自分は消費税の申告も毎年しているでも取引先が免税事業者のまま行きたいっていうふうに言ってる場合ですねその場合は 相手先は的確請求書がない要は番号の付いた請求書を出せないので自分は仕入れ額の控除ができないという,ふうに思ってください。その分えっと、全部じゃないですよ。全取引先が免税事業者なら全部の仕入れ額控除はできませんが、まあね、10社ある、例えば取引先のうち1社だけ免税事業者という場合はその1社分のみの仕入れの仕入れ額の控除ができないという,ふうに思ってくださいねで。その場合は経過措置を使うことになるので先ほど紹介したように3年間は80%は OK。 段階的にこの取引先、要は取引先の免税事業者分が段階的に消費税がその分増加していくというふうに考えておいていただければいいかと思います。で先ほどのスライドの経過措置がこちらですよね。この分、この場合で言うと20%分は3年間ちょっと損してしまう。その後3年間は段階踏むんですけど、半分が損してしまうというふうな考え方になる。じゃあ次、3つ目のパターンいきますね。免税事業者、要は自分は消費税の申告をしたことがないんだけども、 今回、インボイス制度を使いたい、もしくは相手先の、ね、取引上の都合で、適格請求書が必要なため、課税事業者になる場合です。要は、消費税の申告をしていこうってことですね。本当だったら免税事業者で消費税の申告をしなくてもよかったんですけども、まあね、やはりね、取引先との都合もあるので、請求書番号が欲しいということで、課税事業者になる場合は、どうなるかといいますと、毎年消費税の申告書を作って、消費税の支払い義務が発生します。ということは、今までもしかして消費税分を売り上げに 載せてない方がねいらっしゃったら、その消費税分は売上に載せないと消費税の支払い義務が発生してしまうので、その分利益と現金がまあ、手元の現金が減少すると思ってください。なので、きちんと消費税分はもし請求してなかったらね。あのきちんと載せないと自分が損をします。よっていうことを覚えていくといいと思います。次最後のパターンですね。自分はどうなるの？それの2枚目なんですけど。 免税事業者で、そのまま私は免税事業者、消費税の申告をしないというのを継続していきたいという方ですね。その方の場合はどうなるかと言いますと、適格請求書は発行できません。要はね、番号がないので、請求書を発行できないということですね。番号のついた。そうすると、どういうことが起こるかというと、例えば、取引先は課税事業者の場合は、考えられるパターンが2つあって、1つ目は、消費税分じゃ値引きをしてほしいという交渉が入る場合。全部じゃないですよ、もちろん。もしくは2つ目。もしか したら取引の中止を求められるケースも出てくるかもしれませんこの2つが考えられる点になってきます免税事業者のままで免税事業者を継続する場合ですねでも中にはここ重要なんですけど免税のまま今回のインボイス制度を申請しなくてもいいビジネスという方もやっぱいらっしゃいますじゃあどういう方かと言いますと多分皆さんここ一番知りたいポイント免税事業者のままなのにねわざわざなんで消費税申告しないといけないのっていう風うに思う方が多いと思うんですよでね、どういうビジネスかと言いますとお客さんが一般消費者で ある場合です要は取引先が会社とかねビジネスをしている方じゃない一般のお客さんですね。であればまさかねお客さんがね パパンン屋さささんんんに来てパン買いに来来てててて買いいいい請求書くださいっっうお客さんってあんまりいないと思うんですよ基本的になのでそういうビジネスをしている方はそのまま適格請求書を発行できない免税事業者でいいんじゃないかなというふうな考察ができます例えばですけどこういう業種どういうものが該当するかといいますと今言ったよねパン屋さん一般の、ね、お客さんに売ってるパン屋ですあとは八百屋さんあとは美容院美容室もあの一般消費者がお客さんの場合多いと思うんですよこれ例外もちろんあるんですけど美容院なら OK ってわけじゃないですあと美 病院関係ですね例えば一般のお客さんの外来の病院を経営しているような場合になります。これ注意点なんですけど、取引先次第でもあるので要注意です。って八百屋さんだから大丈夫ってわけではないですし、美容院だから大丈夫って話ではないので、ここは注意してください。美容院でも例えば取引先で大手の、ね、会社と着付けの契約してるとか、あとメイク、あとウェディング業界と、ね、契約してるっていうふうになると、またこれは、ね、あの対象外、この考え方は使えなくなりますので、あくまでもお客さんが一般消費者だけ であるって場合ですねなのでカフェとか経営されてる小さいカフェ経営される方で一般の消費者のお客さんしか来ないわ取引ないわみたいな方はこの手が使えるんじゃないかなというふうに思います。というわけで今回ね4パターンに分けてね解説しましたけどいかがだったでしょうかなんかねインボイス制度やっぱり難しいですしあとまず基本的に消費税の。 仕組みを知っていないとこのインボイス制度ってまず理解ができないのでまずぜひねあの消費税の基礎編という動画ありますのでそちらの方を合わせて見ていただいてからまた戻っていっていただけるとあなるほどそういうことかっていう風うにちょっとわかるんじゃないかなという風うに思いますはいまとめですなのでインボイス制度自体は令和5年の10月からスタートですで申請の登録が10月1日今月からスタートしましたよっていう話ですでもうずっと自分は消費税の申告をしていくもう課税事業者だっていう方は 申請ししてて登録いいいいけばいいと思いますでも自分が今免税事業者で消費税の申告をしたことがない、まあ、売上げのね風、えー、売り上げ高が1,000万円を超える可能性が今後もないだろうという方は締め切りがね令和5年の3月31日までになってますのでもう少し様子を見て情報を得てみんながどうしていくのか、ね、自分と似た業態の人は一体どっちを選ぶのかまた取引先はどういう風なことを求めてくるのかっていうのを、えー、チェックしながら情報をチェックしながら取引先とのこの塩梅といっていうかねこのやり取りで 相談しなながら決めていけばいいいけばのかなと思いますすぐに申請しなきゃいけないっていう話ではありません。でも、インボイス制度が令和5年の10月から始まるという予定ですので、準備はしておく、もしくは知識は得ておく、情報はチェックしとく方が絶対にいいと思います。これは個人事業主、フリーランスの方に降りかかってくる話題ですので、必ず情報の方チェックするようにしてください。またね、新しい情報出ましたらね、動画の方にしていきたいと思います。そしてこちらです。えー、国庁のの方で、ね、オンンラインの説明会を開催しています各界100名 まあ何回かやるようですのでこういうような説明会税務所ごとにもしているようです私がねあの住んでいる地域の管轄の税務所でもこの間あのインボイス制度の解説説明会しますよっていう案内ありましたでそのね皆さんお住まいのところの税務所で開催している場合もありますし今はねこうやってオンラインで説明会も始まるようですのでこういう情報は必ず得るようにしておいていくといいと思いますまたねこちらのオンライン説明会などの情報 URL に貼っておきますので是非そちらの方を参考にしてチェックしてみてね逃さない ようにしてくださいというわけで、私のチャンネルでは自営業フリーランス向けにね、役に立つような情報を定期的に動画で上げていってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、他に、えー、私はインスタグラム、ツイッター、ティックトックもしてます。ティックトックはフォロワーが5.5万人になっておりますので、ぜひ合わせてね、そちらの方、リンクから飛べるようにしてありますので、チェックの方合わせてお願いします。あと、高評価のいいねボタンとコメントいただけると励みになりますので、お願いします。あと、私は税理士川南のオンラインサロンということで、オンラインサロンを運営しています。こちら、質問相談、 オンンライン上で2つ目のメリットが Zoom のオンラインサロン。Zoom、えー、サロンということは定期的に Zoom で私と相談、メンバーさんと一緒になって Zoom を開催しております。ここでね、異業種の交流、情報交換ができたりと、私に質問、相談ができるということで、好評です。そして3つ目のメリットです。税理士の裏側を公開してます。SNS の集客方法、いったい今どういうことをしているのか、本の執筆の裏側等々、いろんなものね、税金情報や新しい情報が出ましたら、オンラインサロンのみに上げていってますので、ぜひ興味ある方は概要欄の URL に飛べるようになってますのでそちらの方もチェックしてみてくださいもう一点お知らせです自営業フリーランス向けの本を出版することになりました2020年の1月に出版予定です Q& a 形式で自営業フリーランス向けに必要な経理税金確定申告の内容必要なところをぎゅっと詰めたような本になってますのでぜひ、ね、こちらの方出版されたらよろしくお願いしますまた Amazon などで予約始まりましたらこちらの方情報を投げますのでぜひよろしくお願いしますはい、それでは本日の動画は以上になりますいつも最後まで見てくださる方ありがとうございますやはり インボイス制度始まるってなるとね不安になったりとかね何それよくわからないって方多いと思うのでそういう方向けに今回の動画ちょっと作ってみました正しい解説じゃないところただあるかと思いますけど分かりやすさを優先した動画に今回はなっておりますのでご了承くださればと思いますはいそれでは本日の動画も以上になりますまたの動画でお会いしましょう税理士ででしたたそれではまた